日本と他の国では子供に対する考え方が全く違う。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。子供、とりわけ子育てにまつわる話題は時代が変わっても尽きることはありません。果たして私たちの国日本は世界的に見て子育てしやすい環境なのでしょうか。一口に子育てのしやすさといっても、治安、保育園や学校教育の充実度、住環境、自治体のサービスなど様々な指標があり、何を重視するかは家庭によって異なりますので一概には言えませんよね。今回のエピソードはそんな子育てについて。日本の子育ては海外の人たちの目にどう映るのでしょうか。イギリス人が日本の教育に驚愕。私の名前はシャーロット、イギリス人よ。夫と3歳の子供の3人でロンドン郊外で暮らしているんだけれど、ある日私たちのもとにとんでもないニュースが舞い込んできた。なんと夫が日本への転勤を言い渡されたのよ。夫婦だけならまだしも、幼い子供がいるというのに。夫だけ日本に行き、私と子供はイギリスに残ろうかとも考えたけれど、貴重な子育て期間だからやっぱり家族3人で過ごしたい、そう思って私たちは3人で日本に移り住むことにしたの。生まれて初めて訪れる日本という国、正直言って不安だらけだったわ。中でも気になったのは日本の子育てについて。日本に行く前に少し調べたんだけど、日本は子供に対するしつけが厳しいらしいの。例えば日本では子供に我慢することを教え込む、公共の場で子供が大泣きすると叱って泣き止ませる、日本では自己主張は良しとされておらず我慢ができる子や協調性のある子がいい子とみなされる、なんていう情報がたくさん出てきたわ。あまりにもそんな情報が多いものだから私は不安になった。だってそれはイギリスの子育てのやり方と少し違うから。もちろんイギリスでも子供に我慢することを教えるわ。それにイギリス人はアメリカ人ほど自己主張が強くはないと思う。でも時には自己主張も大切だと思うの。我慢と自己主張を使い分けられるような大人に育ってほしいと思うのよ。それに自己主張ができないまま大人になったらきっとイギリスの社会ではやっていけないわ。果たして子育ての軸をどうしようか。私たちの子育ての仕方が日本人と異なるせいで子供が仲間外れにされたり周りの子たちと仲良くできなかったらどうしよう。頭の中で様々な考えが巡って、日本に行きたくないとまで思う日もあったわ。それでも家族3人揃って生活する大切さには変えられない。結局私たち家族は3人で日本へ旅立った。初めての日本、特に最初の数日は衝撃の連続だったわ。なぜなら日本の街はとても清潔で便利だから。まず私たちが到着した東京の空港は清潔感であふれていたし、その後モノレールに乗っても電車に乗ってもその清潔感はずっと続いていたの。どこを見てもきれいに整っていて、掃除が行き届いているなんて感動ものよ。道端にはゴミ一つ落ちていないし、ゴミであふれかえったゴミ箱を見かけることもない。日本は空気までもが清潔だと感じるほどよ。それと私たちが住むことになったのは東京都内の外れなんだけれど、東京の公共交通機関はすごく便利なの。ロンドンにも地下鉄はあるけれど、ロンドンの地下鉄に比べて日本の地下鉄は清潔、しかも正確に電車がやってくるし、ストライキもないの。日本語がわからなくてもアプリさえあれば目的地にたどり着けるし、日本では地下鉄の中でもスマホの電波が通じるから
困った時はすぐに翻訳アプリを使えるのよ。それと地下鉄を利用する日本人のマナーの良さにも感心したわ。ホームではみんなきれいに整列して電車を待っているし、車内でも騒いだり迷惑行為をしたりする人が全くいないのよ。日本人って礼儀正しくてルールに忠実な人たちなんだなって感じたわ。こうして私たちの日本での生活はまずまずな調子でスタートした。日本に来てから2週間ほど経ち、一通り生活も安定してきた頃、そろそろ子供と2人だけで外に出かけてみよう。これまではずっと家族3人で行動していたけれど、ここで私は新たな挑戦をすることにした。お出かけ先は近所の公園。日本語が話せない我が子が日本の子供たちと馴染めるか不安で、日本に来てから外遊びさせたことがなかったのよね。子供は人生初の日本の公園に胸を躍らせている様子。私は翻訳アプリの入ったスマホを握りしめ、勢いに任せて子供と一緒に玄関のドアを開けた。その日は祝日だったみたいで、公園にはたくさんの子供たちがいた。定番の滑り台やブランコ、ジャングルジムや砂場など基本的な遊具ばかりだったけれど、イギリスの遊具とはデザインが少し違っていて、子供は大喜びで走り回っていたわ。テンションマックスな状態で様々な遊具にチャレンジする子供。そんな子供の相手をしていた私はだんだん疲れてきちゃって、バッグから飲み物を取り出すために立ち止まり、カバンに目を向けた。一瞬子供から目を離したその瞬間、急に危ないという大人の叫び声が聞こえてきたの。何事かと思って声の下方を向くと、なんと我が子が滑り台の下に立っていて、上から滑り降りてくる男の子とぶつかりそうになっていたのよ。ほんの一瞬の出来事だったんだけど、我が子はその大人の叫び声にびっくりして全速力で私の方に走り寄ってきた。幸い滑り降りようとしていた男の子も叫び声を聞いて滑り台の途中でブレーキをかけてくれたから、正面衝突は免れ、二人とも怪我をすることなく済んだわ。その後すぐ近くにいたその男の子の母親が彼に厳しく注意していた。言葉はわからなかったけれど、多分滑るときはちゃんと下に誰もいないか確認しなさいとか、そういうことを言われていたんだと思うわ。この一連の出来事、これまでイギリスで暮らしていた私にとってはとても不思議に感じたの。だってもしこれがイギリスだったら、私が滑り降りてきた男の子を怒鳴りつけていただろうから、小さい子を怪我させないように気をつけなさいってね。そしてその男の子の母親が出てきて、あんたが自分の子供から目を離したせいでこうなったんでしょなんて怒って、喧嘩になってしまうのがイギリスあるあるよ。でもこの日本の公園ではこんなことが起きても喧嘩になる雰囲気は一切なかった。それどころか、さっきの男の子と母親は私たちのところに来て、さっきはごめんなさいと謝罪の言葉を述べたのよ。母親も申し訳なさそうに深々と頭を下げていた。私が大丈夫よ、気にしないでと答えると、男の子は安心した様子で走り去っていったわ。その後も私は子供と一緒に公園で楽しい時間を過ごしたわ。中にはフレンドリーな女の子もいて、一緒に遊ぼうって我が子を誘ってくれ、彼女と砂場で大きな山を作ったり、ブランコを一緒に漕いだりしていたの。初めてできた日本のお友達に我が子も嬉しそうな様子だった。その女の子のお母さんにも一応挨拶したけれど、子供たちの遊んでいる様子を眺めながら時々微笑んだりしていると、案外言葉の壁なんてなんとかなるものだと感じたわ。日本の公園結構いいかも。子供と二人で出かけることに抵抗がなくなった私は、それからほぼ毎日子供と一緒に公園に行くようになった。イギリスと違って日本は晴れている日が多いから公園にも行きやすいわね。頻繁に公園に通っているうちに
顔見知りのママもできたのよ。彼女の名前はさくらといい、彼女は独身時代にイギリスに留学していたそうで、イギリスの事情にも詳しいの。我が子とさくらの子供は気が合うみたいで、子供同士が遊んでいる間に私はさくらに様々な質問をしたわ。日本での子育てで一番気になっていたことはこれ。どうして日本人は子供が泣くのを我慢させようとするの？何でもかんでも我慢させたら自己主張ができない大人になってしまうような気がするんだけど。そしたらさくらは少し考えてこう答えてくれた。確かに自己主張も大切よね。でも日本は台風や地震など大きな災害がたびたび起こるでしょ。災害から身を守るにはみんなで団結しないといけない。つまり協調性が大切になってくるのよね。そんな時には自己主張はかえって邪魔になるのよ。災害の多い日本では人に迷惑をかけないということが重要視されているのよ。さくらによると日本では協調性を養う教育が行われているらしい。さらに彼女からこんな話も聞いたわ。日本の小学校には掃除の時間があって、教室や廊下、トイレに至るまでを自分たちで掃除するの。この掃除の時間が公共の場をきれいに保つ心の教育につながっているのよ。学校を自分たちで掃除するなんて、イギリス人の私にとっては衝撃的な話だったわ。子供たちがトイレ掃除までするなんて、イギリスだったらうちの子にそんなことさせないでって学校にクレームを入れる保護者がたくさん出てくるに違いないわ。日本とイギリスとでは学校教育にも大きな違いがあるなんて衝撃よ。でもそんな日本の教育が日本の街をきれいに保つことにつながっているのね。それに幼い頃から協調性を身につけさせた結果、日本人は礼儀正しくてルールを守る国民になっている。日本に来る前までは日本は子供に厳しすぎるなんて否定的に考えていたけれど、それは日本で生きていく上で大切なことを身につけさせるためなのね。幼い頃から人に迷惑をかけないことを伝え続けることで調和のとれた日本社会が出来上がっているというわけ。それに日本で暮らしていくうちに、日本は子供を縛りつけているのではなく、子供を自由に行動させている点も多いことに気づいたのよ。例えばイギリスでは子供たちだけで公園に行かせることはしないし、学校への登下校も子供一人で行かせることはしない。安全面から必ず親が付き添うのが一般的よ。それに対して日本では小学生くらいの年齢になれば子供たちだけで公園で遊ぶこともあるし、学校への登下校も子供一人で行くことが多い。これは日本の治安の良さがあってこそできることだと思うんだけれど、子供を一人で行動させるって子供の成長にもつながるし、すごくいい習慣だと思うわ。さらに日本にはプレーパークという、安全のために子供の行動を制限するより自由に遊ばせた方がいいという考えのもと運営されている場所もあるの。中でも有名なのは世田谷区にある羽根木プレーパーク。そこでは子供たちは本物のノコギリや釘、ハンマーを使ってものづくりを楽しんだり、薪をくべて焚き火をしたり、屋根に登ったり、昔ながらの遊びを楽しんだりしているのだそうよ。そこにある木製の滑り台やジャングルジムは、そこで遊ぶ子供たちによって手作りされているというのだから驚きよね。近所に住む親たちは子供たちに学びの機会を与えるためにプレーパークに連れて行くのだそう。羽根木プレーパークについてはイギリスのデイリーメールも特集を組んで取り上げていたわ。記事ではプレーパークのことを安全衛生規制に忘れられた土地と伝えていた。さらに記事の中でプレーパークの運営に協力している母親の一人はこう話しているの。もちろん子供たちが怪我をすることもありますが、それも子供たちにとっては学びの種なのですと。
今ではプレイパークは東京都内だけでも世田谷区内に4カ所、さらには練馬区や八王子市にもあり、多くの子どもたちに有意義な学びをできる場が広がっているそうよ。イギリス人なら子どもたちに危険な遊びをさせることに対して否定的な見方をする人も多いかもしれない。でも今の私は子どもをいつかこんな場所に連れて行ってあげたいと思うのよ。もちろん怪我をしたり危険なことが起きたりするかもしれないけれど、それは同時に限界を学び人生を心から楽しむことにもつながると思うの。最初は日本の子育てに対してネガティブな感情を持っていたけれど、今ではすっかり日本の子育てに染まってしまったわ。最近は子供が成人して子育てが終わるまでこのまま日本で暮らそうかなとまで思っているのよ。海外の反応。羽根木プレイパークで遊んでいる子供の写真を見たよ。50年代、60年代、70年代のイギリスの子供たちもまさにこのような日々を送っていたものだ。そんな子供にとって最適な場所が現代の日本にあるなんて驚きだよ。羽根木プレイパークは素晴らしい場所だ。子供たちは想像力を使い限界を知り人生を心から楽しむことができるだろう。時には怪我をすることもあるだろうけど、僕がいいと思ったのは日本の道徳の授業だ。世界中すべての人が幼い頃に道徳を学ぶべきだと思うよ。アメリカも日本のように生徒に掃除させる習慣を身につけさせるべきだ。そうすればドアがゴミで塞がれることもなくなるだろうに。日本から学ぶべきことはたくさんある。彼らがすることや小さな発明の裏にはいつもきちんとした意味や意図、そして歴史があるのだから。まとめ。子育てに対する考え方や子育ての仕方は国によって微妙に異なります。しかしそれには文化的背景や治安、価値観など様々な理由があり、その国で生きていくために大切なことが詰まっているようですね。子育てに対する考え方は国によってそれぞれですが、その根底にあるのは温かい親心。子供に健やかに育ってほしいと願う親心はどの国でもいつの時代でも変わらないことでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。